緊急放送のテスト中です。おはようございます。
先週ああいう結果だったので、どうなることかと思ってたんですけども、ホームでやはり最高ですね。何度も言いますが、団長今日も震えました。こういう本当に素晴らしいサポーター、関係企業の方々、そういうことで、その皆様のおかげで、強くさせていただいております。でまた、なかなかメンバーに入れない選手、そういう選手もね、本当に今日も朝から汗流して、毎日のトレーニングも本当に力を 手を抜かず一生懸命やってくれたのがこのチームの支えになっています。本当に選手みんなにありがとうと、言いたい気持ちでいっぱいです。あと1試合残ってます。先ほども言いましたけども、ワンプレーワンプレー噛み締めていいゲームにして終わりたいと思います。今シーズン見守っていただき本当にありがとうございました。皆さん改めまして、今日はホーム最終戦にスタジアムに足を運んでいただきありがとうございます。皆さんの前で、優勝トロフィーをあげることができて本当に幸せだなと感じました。今シーズン私たち三菱重工浦和レッズレディースのためにサポートしていただいたパートナー企業の皆さん、ホームの試合でいつも運営通してくださっているスチュワードの皆さん、試合の準備片付け通してくれているユース、ジュニアユースのみんな、その他にも、表に出ないところで私たちのためにご尽力いただいている関係者の皆さん、本当に皆さんのおかげで、こういう結果を残すことができました。シーズン通してサポートしていただき本当にありがとうございました。